ドナルド・トランプその4、神に保護されたアメリカ人。なお、この音声は三橋貴明本人のものではありません。先日も書きましたが、トランプ大統領はグローバリズムを猛批判し、国家の保護あるいは保護主義を語り、最後に最も重要なことに我々は神によって保護を受けているという表現で締めました。これはなかなかうまいかなと。ちなみにアメリカ合衆国という国家は、神の下で平等な人々が国家と契約することで成立した国です。アメリカ独立宣言は思いっきりジョン・ロックの社会契約説の影響を受けています。この辺の話は徳間書店2017年アメリカ大転換で分裂する世界、立ち上がる日本に詳しいです。我々は以下の事実を自明のことと信じる。すなわち、全ての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって生命、自由及び幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているということ。こうした権利を確保するために人々の間に政府が樹立され、政府は統治される者の合意に基づいて正当な権力を得る。そしていかなる形態の政府であれ、政府がこれらの目的に反するようになった時には、人民には政府を改造または廃止し、新たな政府を樹立し、人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと思われる原理をその基盤とし、人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと思われる形の権力を組織する権利を有するということである。アメリカ人は創造主によって生命、自由及び幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているとなっているのでございます。神様から不可侵の権利を与えられた人々もしくは個人が国家、政府と契約することで成立したのがアメリカ合衆国なのです。すなわち独立宣言にもありますが、アメリカ人は政府が神に与えられた不可侵の権利に反する場合、それを改造、廃止する権利を持っています。すなわち革命権です。アメリカ人がこれだけ世界から呆れられているにもかかわらず銃規制を強化しないのは、もともとアメリカとはそういう国であるためです。何しろ銃がなければ革命を起こすことができません。日本の場合、世界最古の自然国家です。何しろ日本国がいつ生まれたのか、正確なところはもはや誰もわからないほどに古いです。日本とアメリカは典型的な自然国家と人工国家であるという点で、そもそもの哲学が違うのです。アメリカ人は人間を神に権利を与えられた個人と位置づけ、イギリス国王の権威権力を否定し、自由な個人と政府の契約により国家を建国したのでございます。すなわち人間を個別化していくグローバリズムは、ある意味でアメリカの建国の精神に合っているということになります。アメリカ独立宣言によると、人間は個別化されたたった一人の人間なのです。そういう意味で経済学の基本である経済人と親和性が高いのです。現実に経済人をベースにした経済学に基づき、グローバリズムを推進していくと、国家の中において国民が勝ち組と負け組にきれいに分かれていきます。とはいえ、アメリカ国民は神により諸権利を与えられた自由な個人のはずです。国民が勝者と敗者に分かれたとしても、それはその人の自己責任でしょという話になるはずなのですが、現実にはそれで済まないのでございます。国内の所得格差拡大を放置しておくと、いずれは社会を維持不可能なまでに格差が広がります。そうなると負け組の方は法律という国家のルールを無視し暴走を始めるのです。犯罪、暴動、テロの蔓延です。犯罪やテロが頻発する社会では、勝ち組の方もきつい人生にならざるを得ません。もちろん勝ち組で所得がある人は、犯罪が増えたならば警備員を雇えばいいじゃんという話なのかもしれませんが、私は負け組が暴発するが警備員を雇ったことで自分は安全な社会よりも、負け組が少なく治安が維持され、警備員を個人で雇う必要がない社会の方を好ましいと思います。皆さんはどうですか？これは価値観の問題です。また当たり前の話として、勝ち組の政治力は高まり、勝ち組に有利で負け組に不利な政治が行われるようになります。神の下で平等だったはずの人間が、所得や資産の高により政治的パワーに差ができてしまうのです。ウォール街から莫大な献金をするアメリカ人と、オハイオ州で農場を営むアメリカ人の一票の価値は同じではないのです。
とにかく政治家になりさえすれば献金者の望む方向の政治を推進する、これがアメリカの政治の現実であり、だからこそロビーストが何万人も職を得ているのです。これもまた大いなるアメリカの矛盾です。いずれにせよアメリカ合衆国という国家は建国の理念に従えばグローバリズムは正しいが、グローバリズム蔓延による所得・資産格差の拡大や政治力の格差拡大は現実に耐え難いという深刻な問題を抱えた国家なのでございます。今回トランプ大統領は、最も重要なことに我々は神によって保護を受けていると保護主義を正当化しました。これはレトリックとしては大変優れていると思います。何しろアメリカという国家は創造主によって生命、自由及び幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている人々が政府と契約することで成立した国家なのです。はじめに神ありきなのでございます。とはいえ、神の下で平等という理念を追求すると困難の際にお互いに助け合うという共同体としての国家観が否定されてしまいます。所詮国家とは契約により成り立っているのです。今回トランプ大統領は共同体としての国家を再構築する際のレトリックとして神を持ち出したわけです。そう考えた時、人工国家の代表アメリカと自然国家の代表日本との違いが改めて理解できませんか？アメリカ合衆国は世界最長の自然国家、日本国とは別の哲学に基づき建国された国なのです。